長谷川敦也は、日本の実業家。株式会社リタリコ代表取締役社長。文部科学省中央教育審議会委員。岐阜県時紀郡笠原町生まれ。岐阜県立田美高等学校卒業後、2008年、名古屋大学理学部数理学科卒業。同年医であるキャリア営業部長に就任。2009年同社代表取締役社長に就任。 障害者支援事業などを運営し、2017年には東京証券取引所市場第一部に上場。2019年第10期文部科学省中央教育審議会委員に就任。要求、学習会、障害のない社会を作る、岐阜県教職員組合、経営者、編集長インタビュー長谷川厚也リタリコ。 社長週刊エコノミスト2016年9月13日号、AB 長谷川淳也ファステグロハット、2019年3月期有化、証券報告書、PDF ファイル、1455キロバイトリタリコ、ハット、役員紹介、リタリコハット、働く、価値観は一致するか、就活生と対話を重ねる、リタリコ、ホーブスジャパンマイナス2019、10、30、 学校と私自分に合った道がある、イコール、リタリコ社長、長谷川敦也さん毎日新聞2017年6月19日、中京新委員、新たに18委員日本経済新聞2019年2月15日5時。ありがとうございます。